カジキ。カジキ、カジキ、カジギ、カジキ、ハネギョは、スズキ木カジキアモク、シュフィーイディに分類される魚の総称。温暖な海を高速で遊泳する大型肉食魚で、いずれも上あごが、剣のように長く鋭く伸びて、糞を形成しており、食用やトローリングによる、スポーツフィッシングの対象魚。カジキアモクは、メカジキ科シュフィーイデイ。 マカジキカイスティーホレディの日課からなる。分類によっては、サバアモクに含めたり、カジキ上下主品イデアとしたりもする。全世界に10から12種が分布し、このうち日本近海にはメカジキ、マカジキ、バショウカジキ、風イカジキ、白カジキ、黒カジキの6種が生息する。マグロとは異なる分類群であるが、混同する場合もある。カジキという和名は、そのでカジ 船の舵を取る固い木板を突き通すことから、カジキ同士と呼ばれ、それを略したものとする説が有力である。英語では、ビルフィッシュ、クチバシ魚の意と呼ぶが、マカジキかのみを、ビルフィッシュとすることもある。また、メカジキは、ソードフィッシュ、ケン魚、バショウカジキ類は、セールフィッシュ、ホギョ、マカジキクロカジキ類は、マーリン、フーライカジキ類は、スピアフィッシュ、ヤリギョという、 呼び分けもされている。大型種では全長4メートル以上、体重700キログラムに達する。小型種でも成熟すると全長1メートルを超える。いずれも上顎が剣のように長く鋭く伸びて、ふ糞を形成しており、他の魚とは見分けがつきやすい。糞の形状はメカジキ科では上下にやや扁平な剣型、マカジキ科では 塩水系の槍型である。餌の魚などを捕食する際は糞を振り回して、獲物を打ちのめし、気絶、あるいは致命傷を負って、品種の状態になった獲物を捕食する。糞はまた大型のサメ類から身を守るのにも用いられ、特に生魚の位置付きは十分な致命傷を与えられる。カジキ類は水中における最速のスプリンターである。水中ゆえに最高遊泳速度を正確に測定する。 ことは難しいが、種によっては、時速 100km 以上に達すると考えられている。場所を火時期のトップスピードなら、25m プールを1秒以内で駆け抜ける速さに相当する。水中で最も速く泳ぐことのできる動物として、ギネスブックにも記載されている。その体には高速遊泳に適応した構造や、機能がいくつか見られる。 温暖な海を高速で遊泳する大型肉食魚で、世界中の海に広く分布する。通常は、段階域の外洋表層部を泳ぎ、餌を追って回遊する。一匹か、数匹の群で行動し、津いの絆が強いことが知られている。食物連鎖の上位に位置し、イワシニシンとビウオアジサバなどの小魚やカツオマグロ類、トウソク類、甲殻類などを食べる。 メカジキはより冷たい海域にも進出し、深海海底付近で、目抜け類を捕食することがある。産卵期は5月から9月で、分離浮き製卵を産卵する。産卵期には普段沖合にいるカジキが沿岸にやってくるので、この時期に合わせてカジキ釣り大会が催される。カジキ類は時折船と衝突することがあり、イギリスの軍艦が浸水の原因を調べると、 船底にメカジキの糞が突き刺さっていたという逸話がある。メカジキは気象が荒く船を攻撃することすらあることの証明とされているが、これらに関してはカジキ類がその高速遊泳能力ゆえに船を避け切ることができずに衝突したにすぎなという考察もある。各国で食用にされ、中でもマカジキとメカジキが多く利用されている。 漁業市場では糞を切り落とされたカジキが横たわった状態で並べられている姿を見ることができる。カジキマグロという呼び名で取引されることも多いが、マグロとの類似点が多いことから付けられた俗称であって戦術した通りマグロとは別種である。マグロハイナワで取られることが多いが、伝統的なツキン防漁も行われている。これは船の見張り台でカジキの魚影を探し、 水面近くで遊泳しているカジキを森で作るものである。現代では森の先端から電流を流し失神させる漁も行われている。アメリカの小説家アーネスト・ヘミングウェイの名著、老人と海では年老いた漁師三茶ごと巨大カジキの三日間に及ぶ奮闘が描かれている。スーパーマーケットなどでは切り身にして売られることが多いが新鮮なものは 刺身で食べることもありまた昆布で挟んだ昆布締めでも食される。家庭料理としては、ソテーやディ焼きもしくはフライなどの揚げ物にして食べるのが一般的。台湾では粥に入れたり、スープにしたりもする。他方、カジキは食物連鎖の上位にいることから、その体内には有害な化学物質が蓄積しやすく、マグロと同様に水銀の蓄積が問題視されている。また、 漁獲後に常温で保管するとヒスタミン食中毒、アレルギー様食中毒を招く場合があるので衛生状態には注意しなければならない。多くはスポーツフィッシングの対象魚となっており、針にかかった時の引きとジャンプが釣り人を魅了しており、日本近海では太平洋、インド洋産のカジキ類6種がすべて見られる子からによる大会や カジキを狙ったトローリングが盛んである。アメリカ海洋大気庁によると、水中の生物やボート、調査用の潜水艇などの物体をメカジキを、はじめとしたカジキ類が攻撃するのは、珍しくないという。また、サメに比べれば事故例は少ないが、その巨体とフンにより攻撃され、人が死亡した事例もある。カジキ類を、 サバアモクスコンブロイディに含めることもあるが、ニカが姉妹軍でサバアモクの他の都がより離れていることから、独立したカジキアモクシュフィーディにすることが多くなった。さらにコレットイアルは、従来の風来カジキ族、マカジキ族とも、デトラッペチャース、クロカジキ族マカイランが単系統ではないことを示し、風来カジキ族からマカジキ族カジキア、 黒カジ貴族から白カジ貴族イーストンパックスを夫分離した。共に以前はシノニムとされていた属名である。イタスはこの属分類を採用しており、ここでもそれに習った。従来の属分類での種名はシノニムとして添えた。種分類については、これとやるやイタスは原生十種を認めているが、ここでは十二種に分けた。十種とする場合、 黒字カジキ族と芭蕉カジキ族について、大西洋の種と太平洋インド洋の種を分けず、世界中に一種のみを認める。黒カジキ族は黒カジキマカイラニグリカンス。芭蕉カジキ族は芭蕉カジキイーストファースプラキプタースのみとなる。特に芭蕉カジキは一種とされることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。